られる練習なんですね。こう相手に打たれる。はい。どんどん欲しいから打たれてなくても、俺の言い方が入られるって出してるんですね。でも、委ねて扱える。で、彼女はここを取るというのに、ここに来るんですね。中心に下がっちゃったら、まあ、委ねてるんですよ。言っちゃうけど、ここで入れ替わったんですね。じゃあ、扱えようと。委ねてる。力抜く練習だから。力入れる練習じゃない。相手をコントロールする練習じゃない。自分をコントロールする練習ね。だから、こう、ほら、全然こっちから入ってない。こうして、あちらどうぞ。こういう練習なの。だから、相手をコントロールする練習をしてる人は、相手が見ない。じゃないから。自分をコントロールして、相手に、委ねて、はい、今度は茶色を塗っちゃったら、手に。
来るんだけど、来るんだけど、来る前に自分はこうね、この手、この手は手にちょっかけて、来ないように、この手をこうやって来ないように持って、ね、こうやって来ないように、手にちょっかけて持って、そして頭を。これ難しいけど練習しないとできるけど、まあいいや、いずれにしても
正解だから抜けたら自分の腰だけ手でやろうとしない腰だけ腰だけいやこっち側抜いたらこっち側こっちから喧嘩取られてこうやってどうぞでもこっち側にも抜ける来たら、押さえないね。喧嘩こっちと、それからこの中心で、ここに入る。ここで投げれるね。で、このこっち入るから、こっち入った。Yeah.
食われんじゃん。いなあほほほやっほやられちゃったんだよ。そういうことがあるんですよね。そういう感じだから。今日はさ、ここ、みんなここここ、ここ、あそこにね、あの頭の、ね、そこに向かってこうやってくるからあるんだよね。で、感じてたらここを通じて移動されるんです。で、ここに近づくんだけど彼がいなければ落とすんだったら、だからここやりたいわけね、もう来たのにゃそうそう、いなくなっちゃったから落とすんだったら、これね、落とすんだったらこうなんだよな、なんかあーってこういうふうに話すんだ。そういうふうにやって、そういう練習をしたいわけで、ここの競い合いをやりたいわけじゃないの。わっわっだから、ずれてるのが田舎だとか空を食ったって空を食ったんだね。だから、そこをここをなんかやったら足中だな、何もしてないのでね、そうやってないだけ、そうやってないだけ逃げたの、逃げたの、逃げたの、怖いんだから、彼だから、でも経験あるから逃げる方法知ってる。だから来たんだけど、ここにいない。来たんだけど、いない。だから、そういうふうにやるから。必ず取るんですよね。約束稽古だからね。あの、
波動と違うから、あの愛情だとかね、あの必ず思うはあるんですよ。この時にこっち取りたいとかあっち取りたいとか、わざどういう形でやりたいとかっていうのは、だからそれに基づいてなるべく力を抜いてしまう。手でやらないで、体、そしてほら脇、回りたいね。予定通りだ。これ予定外れてきた。彼来てない、ないもん。必ず僕がいなくなれば彼は弟になって、必ずこうなって予定通り。予定通りだこれ。予定通り。僕の計画通り。そういう感じ。こっち取りだけだ。このままってんだよ。ほら予定通りだ。予定が何にも出てないんだよ。予定通りだもん。どっちだけ、じゃあそういう組み立てを頭の中で練習するのもちょっと結構方法かもしれないけど、どう見てるかとか、相手がどういう、それ結構してるからほら分かるってあるよ。あの営業的にね、こうやったらこうやってくるっていうのは分かるっていうのはあるんだけど、いずれにしてもこっち取りたい、ぶつかってどうするんだよ、ぶつかってどうするんだよ、こっち取りたいって決まってるんだから、決まってるんだから、これの方法を探すわけ。探すときに、しゃがんじゃやっちゃダメだってのは思うんですよね。ここに来てね、ガッと。力負けなんだ。だから自分が足を上げて、ガッと。これも足。そういうことなんだ。そういう頭の訓練でもあるから。僕ら始めたときにはさ、筋肉が汗をくるんだけど、頭のどんな味に言われたら、そういう感じなんだね。だから、こっちへ、もう始める。決まってるから、ほら。で、ダメでもいいの。ダメ、ガーッと言っても、ほら、ほら、何回もできるんだよ、お前の気持ち。これが理解してる。いろいろやってきましたけど、まあ、スピッとね、大体スピッとね、こういう人が多いですよね。それから、ちょっとなんか、こういうのが、こういう隙間ね、あるとですね、塩投げってのはこう、こういう、やってる、これ以上こう、塩投げとこういう感じで、こういう感じで、同じように息を吸ってたもんね。こうやって息をやったんだけどさ、息はこっちから内から入ってるの、こっちから。こっちから入ると塩、あと息投げみたいな。感じはな、こっちが入ったから、これは自分で決めるんだ。右投げやったから後ろ入る。後ろってのはこっちから入るんじゃない。こっちから。そして抜ける。そして5番。初めに決めてるんです。退治した時に、左から入ろうかなとか。本当は良くないのです。本当はその時に決めた方がいいのです。我々下手なんだけど、最初から決めとかなきゃダメ。最初から決めると、こっちから入らせて、また入るのがね、入るんだよね。後ろ、これとかね。そしたら、ここにいたらやられちゃうって、なぁ、やられちゃうから。やめろって、そしてやめたって。まあね、コントロールといったら、さっきの、おどきじゃないけどさ、回ってきて、あーめっちゃ回れたよ。なって回ってる。やりたいなら、やりたいんだけど、繋がってるから、ステイクだ。繋がってから、こう。
だけ違うんですよ。最初に決めて、こっちから入るか、あっちから入るか、どうするし、こうやって決めて、お程度、力なるべく練習、力が入って切るんですから、こういうのもね、切るんですよ。曲がらない、こう曲がっていかない、なるべく回す。あのね、あの四角っていうのが大事なのね。もう正面でやったら四角じゃないの、ヘリコでもあるんですよ。いや、この正面だって言ったんですね。だから四角に入ったら、まず優先順位は自分が生き残ることだから。で、殺されちゃって、こうやってやった時にさ、いい技やりたいんだけどですね、カッカッと蹴られちゃって死んじゃったら何もできないの。生きてる時には四角もあるんだけど、乗ってるには四角、これ四角、こういう四角だから、これ四角だから、彼は容易所やってから、容易所やってからバッてんだね。これ容易所の時間があるわけ、容易所の時間があるから、容易所の時にはやってんの、ほら、ほら、ほら、何も早いの、これが四角なの。将棋と違って1、2、1、2ってやってんじゃないんだから、ずっとなんか俺を攻めてたからね、そういう話だから、四角に入る、四角にはそれから安心、絶対来ない、安心、足も自由です、手も自由です、彼も来ない、安心で初めて分かったの、こうやって自分の技、不安な時にやっちゃダメ、だからね、そういう話だけだからね、資格をもらってから正面から右に投げやったらやられちゃうんだよ。だからまず後ろに入って安心してから、これからやってほしい、待って、すごいな、安定まっすぐ、それが大事。